なんか改めて一人ぼっちというか、ねえ、寂しい、どういう生活になっていくんだろうって思ってるかな。でもやっぱりいつでもこのホーム、白い空間に帰ってきてもらっても大丈夫なように、いつも通り過ごして笑顔で迎え入れてあげたいなって思ってますね。